ベイン言っとくか。ラスを生成、自動回復するってことだよな。アーティファクト先打って、ベイン。おお、賢明じゃの。増加か。パンチは別に強化せんでいいとして。おお、剣。このスキルはいいかな？こっちは。シュレッダー。ああ、かけらか。まあ、これも、ありっちゃありだけど。やっぱこれか。こっちの方が圧倒的だもんな。タックルと。かけら。まあ、何個あるんだ？一個だけか。回復買っとくか。あれ、フリーズした。マジか。 XBOX マジか。帰ってきたよ。買ったやつをこれか、ベインに切り替えて。ああ、ステージやん。あれ捕まってるけどな。解放されんのかね。こいつらからか。あれがスティジアン。しっかり壊れてるみたいじゃねえか。さあ、ってきっちり蹴りをつけてこい。とりあえずここになったら全員一掃すればいいのか。はい。お。口塞がれてるよな。さあ、騎士よ、今こそ狩るのだ。あれ、
犬につけるやつみたいなやつか。突っ込んで壊したのかな。あ、違え、全然違うわ。どうやんのあれ。なんかある？壁にぶつけるとか。あれ壊さんとだよな。あれこの先尖ってるからな。壊れないな。あ、ダメだ、壊れない。壊れないってなるとダメだ。なんかある？ここにあるこいつを攻撃するのか。顔すいたレベルアップ。いや今はちょっと、攻撃し続けたら壊れるのかな。でも弾いてるよな。何かマークが出るわけでもないし。この時に痛い。あ、待って、これ上登れるな。ちょっとこっち来ないで。あ、壊れた。なんだ、攻撃したら壊れるんだ。じゃあもうあとはもう余裕でしょ。さあ開けなさい。おい、パターン変わったな。なんか増えてね。おお、危ねえ、危ねえって、また当たってるわ。早く早く。ちょっと雑魚が多すぎ。あ、いや当たった。ダメだな、タックルじゃ倒せん。だからもう銃しかねえ。あ、いた、前から来てた。やばいやばいやばい。
あ、やばい、行き止まり、あぶねー、顔出せ、顔出さね、また雑魚じゃないけど骨な、全然顔出さねえな、あー捕まっちゃった、あーやばいやばい、よしよしよし、いいよいいよ、一生そのままでいってくれ、あやった、待って食われたよ、あーやってるやってる、灰は灰に、ライフストーンゲット、ライフ増えたで、よっしゃっしゃ、スティジアンの心臓をサマエに届けるだけ。でもよ、この心臓で奴が力を得るわけだ。本当に大丈夫なんだろうな。テレポートどこだ。こっちか。今んとこ今までのボスの中で一番弱いな。よし、あと一人か、なんかここの敵痛い、強くなってんぞ、やばい、逃げろ、ああ扉閉まんの遅い、普通に湧いてんだけど、あいつ椿は、
しよし。今まで放置してたからな。あーまあまだ3つしかないんだよな。取り逃がしてんのか、取り逃がしてるっておかしいな、見逃してんのか、見つけれてないのか。亀裂の彼方にある。ルインの力は回復しておらんが、まあ問題なかろう。向こうに行けばシリサの方から勝手に寄ってくる。あの女王雲には収集壁があってな、巣に立ち入ったほとんどのものは子供の餌にされてしまう。彼女に気に入られたものは不幸な運命をたどることになる。長い間生かされたまま過ごすはめになるからな。彼女に口を割るまでの間だが、彼女が集めるのは物語、情報だ。お前に関する話を聞いてみるかな、サマエル。口を慎め、悲惨なエンディングを迎えることになるぞ。英雄が最後に死ぬ物語もあるのだからな。だがわしはハッピーエンドの物語が好きでなでは最後の心臓を持ってくるがよい。絶対バッドエンドだろ。シリサを倒せ。ここでは召喚できないのか。前にもいる。オッケー。来んじゃねえよ、マジで。よしよし。あれかやらんとダメだ。時を遅くしないと。いて。
こっちで。あ、倒しきれねえ。ここまでは一緒だよな。どっか行ける場所あったっけ？テレポートでどっか早く行ける場所あったかもな。多分テレポートで行った方が早かったね。うん、多分。待って、なんでそっちに飛ぶの？謎。これ一気に行けないか。あ、やっと出せる。やっとだよ。死んじゃう。あ、そこか。なるほどね。